にちは、けいちゃん先生でございます。今日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。はい、この動画では口の歪みを治す小顔スイッチということでね、口の歪み、皆さんありますでしょうか。こう口角がね、こう下がっちゃったりこう上がっちゃったりして、こう口がこういう風に向いている場合ですね。はい、これはですね、口筋という筋肉の問題であることがほとんどなので、小顔スイッチで改善することが簡単にできます。はい、口筋という筋肉ですね。ね、口筋という筋肉、ここに口筋という筋肉があります。こいつが硬くなってくると、この硬い方の筋肉ですね、まあ、右が硬いなら右側に口角が引っ張られます。ここが引っ張られます。そうすると、まあ、こうなるわけですね。こうなるじゃないですか。こちらに引っ張られますね。はい、なんでこの筋肉をほぐしてあげることによって、この口の歪みは治すことができるということですね。はい、では、この口筋を、ね、これをどういうふうに、ほぐせばいいのかというふうにやっていきたいと思います。はい、もちろんね、こうやったりとかね、こうやったりとかね、こうやったりとかね、はい、まあいろんな動画が世の中に出ておりますけれども、はい、まあ、まず小顔スイッチっていうのが、まあ、分かんない方は小顔スイッチ本体のね説明をしている動画を見ていただいたらいいんですけども、はい、あの筋肉を垂直に動かして、コリッと動かすと、コリッと鳴らすと、そうすると一番ほぐれますよというのがね、小顔スイッチですからね。はい、そこはもう他のマッサージに比べて圧倒的に小顔スイッチの方が、早いし深いし効果があるし持続力があります。はい、まあ、それを大前提として、それをできるようになっていただきたいという動画ですのでね。はい、そこは踏まえた上でちょっと練習していただければと思います。はい、じゃあまず口筋いきましょう。口筋はここを触っといて、グッと食いしばってください。そしたらモコッと出てくると思うんです。ここモコッとね、これが口筋です。はい、じゃあこの口筋をどうやってほぐしたらいいんですかっていうことなんですけど、まずこの触っている指を人差し指1本にしてください。人差し指1本、ちょっと真ん中に行きましょうかね。はい、人差し指1本にしてください。でそしてこの人差し指を横に向けてください。はい、そして口を半開きにしてください。はい、そしてこの今触っている指を前にスライドさせて、口筋の前に指をフックしてください。で親指反対側、口筋を挟み込んでください。今この模型で言うとこうなってます。こういう状態になってますね。はい、こうですね。はい、じゃあ挟めました。挟めたらどうするんですかっていうと、うん、親指側から前にちょっと押します。で人差し指側で、筋肉を後ろに戻します。前後ろ前後ろ前後ろというふうに筋肉を前後に動かします。そうすると前に行ったところから後ろに戻ってくる、この後ろに戻ってくるときにこの人差し指の指の腹に口筋が引っかかって、下顎骨わかんないな、この骨、この骨がありますね。この骨の上をスライドするときにコリっていう音が鳴ります。まあ、感触があります。筋肉の音が鳴ります。感触があります。はい、その感触が出てくるように、前後ろ前後ろ前後ろっていう風に手首のスナップで動かしてあげてください。はい、でこのコリっていう感触があれば小顔スイッチはできてます。で小顔、コリっていう感触がなければ小顔スイッチはできてないですからね。はい、でその感触を再現できるように手首を動かしていってください。探っていってください。はい、でそれが、コリっていう感触が出てくれば出てくるほどほぐれてるし効果もあります。はい、であとはですね、重要なポイントはこの口角の引っ張りに関してはこの口筋の下部繊維下の方が影響をしていることが多いです。はい、この真ん中じゃなくて下の方、ここじゃなくてこの辺、ここじゃなくてこの辺ですね。この辺。はい、なので真ん中で口筋を動かすことができたら、ちょっと指をずらして下の方を動かしてあげてください。はい、こういうふうにね。
そうすると筋肉がしっかりほぐれてれば、この口角が引っ張られるのがマシになっているはずです。そうすると口の歪みが治っているという、そういう理屈ですね、はい、なのでこれをこのまずはコリっていう感触を出せるように頑張ってみてください。でそれが出せてれば絶対に歪みは治ってるはずです、まあ、マシ少なからずマシにはなってると思いますので、そのビフォーアフターをしっかりと、確かめてください。やる前とやった後でね、はい、でまあ効果があったよっていう方はね、コメントとかしてくれれば嬉しいです。はい、じゃあ、はい、この動画は以上です。口の歪みを治す小顔スイッチの説明でした。ありがとうございます。最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございます。いいねボタン、高評価ボタン、コメントよろしくお願いします。効果あったよとかね、書いていただければ励みになります。まだチャンネル登録されてない方は、ぜひ下のチャンネル登録ボタンでチャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。さよなら。